はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。4代目サンスポ55クイーングランプリマイプーこと水沢舞です。はい、皆さんこんにちは。舞ちこと昼川舞です。はい、皆さんこんにちは。アイカップ港美空です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そうですね、前回は、はい、スタジオで、うん、競輪の歴史とかを、ね、学ばせていただいたと思うんですけど、はい、今回はちょっとねスタジオを飛び出してロケに来ちゃいました。イエーイ。ここはどこでしょう。はい、じゃん、北松戸駅に来ちゃいました。来ております。パクワ。さあ、ここからどこに行くか分かりますか。どこだと思う。もしかして競輪場とか行けるのかな。はい、あ、正解。ワク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 。はい、ということで今回は、うん、松戸競輪場にお邪魔させてもらいます。イエーイ、レッツゴー。レッツゴー。じゃあ向かっていきたいと思います。はい、駅からねすごい近いので、うん、すぐ着けるね、競輪場です。うん、楽しみ。近いですよね。うん、気軽に来れる感じで、また確かに、うん、雨でも来やすい。そうだね、うん、今日はお天気いいしね。そうだね、ちょっと今曇っちゃったけど、うん、あ、階段降りるの苦手なの。階段は集中して降りてください。うん、集中。次ありますよ。これ毎日が支えてくれる。力強い。にゃい、ありがちゅ。ワクワク。毎日この間競輪場行ってたじゃん。あ、そうなんですよ。うん、そこで競輪場に、うん、取りまくりガールとしてお邪魔させていただいて、うん、そう、ミナーズカットをちょっと近くで見させてもらって、うん、予想もしたりなんかして。うんうん、そう、実はね、うん、23と24に行ったんですけど、うん、23日の最後のレース、12レース、なんと、うん、万車券当てちゃった。すごい、やば。超嬉しかった。かっこいい。1日目は、うん、23、24で2日間という感じで、1日目はナミさん、中藤ナミさんと予想させてもらって、ナミさんも一緒に予想したんだけど、ナミさんを、ナミさんはちょっと外れちゃったんだけど、うんうんうん、私は当てちゃった。毎日いいね、その運を今日もらおう。ナミさんがいろいろ教えてもらって、教えてくれたおかげで、うん、そう、あの12レースは。そうだよね、ナミ丸詳しいもんね、すごい。本当ありがたい。なんか写真見たけどさ、あれ盛り上がってたね、人いっぱいいて。そうだね、めっちゃ、うん、あの最終日は特に、うん、めちゃくちゃ人いて、うん、入場が、うん、そう、午前中あの開門、うん、10時だったかな、10時だったんだけど、うん、そのもう開門前からめちゃくちゃ門の前で列できてて、すごい、やっぱ人気なんだね、うん、ファンがたくさんいる。めちゃくちゃ盛り上がってんだなと思って、うん、そう、取りまくりガールも人気者になるかな。ありよ、これからだから。そうだ、ね、競輪界のアイドルよ。そう、みんなにね応援してもらわないとね、うん、いろんな競輪場に行って私たちと会えるかもよ。あ、もう見えた。すごい、めっちゃ近っ。ね、近いよね。すごい、すぐよ、駅から。なんかテーマパークみたい。なんかワクワクする。かわいい、ね、かわいい。すごい、初。あ、続々と競輪ファンの皆さんが入場されてます。あ、そして、あ、長谷川さんだ。かわいい。かわいい。お出迎えしてくれました。長谷川さん。開催中はいつでも入場無料。入料無料。入場無料。入場無料。ね、そういうのもまたね、買いやすいです。うん、
長谷川王子こんにちは。お久しぶり。久しぶりです。久しぶりです。いや本当今回もよろしくお願いします。じゃあ入りましょう。はい、無料だからそのまま聞いてました。やったあれ鳥が、鳥があそこに見えますね。本当だ。ちょっと行ってみましょうか。はい、マッピー、マッピーって書いてあります。マッピーなんて書いてる。何ですか。弁財天。すごい、こんなのが、ねえ、ご利益ある、うん、ねえ、ちょっと、知りたい。素敵。そうですね。なんかここでお祈りすれば、お祈りっていいのかな。なんかね、ご祈りか。そういえばなんか儲かりそうな、当たりそうなね。確かに。ちょっと願掛け欲しい。したいな。あ、あ、していいですか。やった。神様にね、マッピー様。100円しかない。マッピー様。一人ずつでどうぞ。一人ずつサイズですね、はい、これ。マイクから。はい。はい、私は競輪の車輪に見立てたこの50円玉でお祈りしたいと思います。あ、ちょっとまず一人一人ちゃんと手をね。しっかりね、順序がねありますね。入れるんだろう。だ大丈夫？長いな。いっぱいお願いしてるんですよ。二礼二拍手。二礼二拍手。一礼です。すごい。一人一人やっていく。はい、はい、じゃあ一人一人いいですか。聞きますかね。はい、ということで私はご縁がありますようにということで五円玉で、ね、お祈りしていきたいと思います。よいしょ。はい、ちゃんとお祈りしてきました。すごい姿勢がすごい。はい、私は100円玉もらいました。なんかリッチカンカンあるの。これこっちやってたら、ね、うん、あ、これか。うん、そうそうそう、右側に入れてからですよね。順番じゃ違うの。あれ、まあまあまあ、鳴らしてからだった、うん、なのかな。あ、なんかジャンの音が聞こえましたけど。なんかもっとジャンの音みんな反応しちゃう。反応しちゃうよ。おかえりなさい。はい、はい、はい、俺も行った方がいいですか。はい、あまり、はい、素晴らしい、素晴らしいです。仕方を見させていただきました。ありがとうございます。これでなんか運気が、ね、運気でいいのかな、これ。そう、運気アップ。いいですね、はい、うん、気をいただいて。当たり利益。そうですね、なんか、はい、うん、たくさんのご利益がもたらされるようお祈りするものであります。あ、本当だ、ね、ありがとうございます。じゃあ次はあの、はい、僕たちの、ね、あの専門誌というところをちょっと、ね、覗いてみようかなと思います。目立ってますね。すごい、わかりやすい。目立つ会場。すごい。あ、オッケー。オッケーさんの。こんにちは。こんにちは。待ってます。
そうですね。はい、お願いします。青木をお願いします。下から出していただきます。今日の分。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今ちょうど場外やってる。はい、はい。はい、OK、ゲッチュ。ゲッチュです。これがあればもう OK。OK。はい。